ついに始まりました人狼ゲームアイドルバトルショー、イエーイ。すごいじゃんこの活気。もう何だったのさっきのリハの静かさは。素晴らしい。今回もとんでもないメンバーを連れてきました。今一番勢いのある7名をなんかグワッと根っこからバー持ってきて、今日絶対に面白い人狼ができるということで、前回に負けないような素晴らしいバトルができればいいと思います。人狼ゲームアイドルバトルショー、司会の私、アイドルプロデューサーのカジノと申します。よろしくお願いします。イエーイとか、イエーイとかってコール何ということで、早速今回は出場者、もうね、あの褒め言葉で脂っこい7名連れてきた。この7名紹介していきたいと思います。じゃあまず一番最初、エネからいこう。ドン。はい、F 分の1キレーションの緑色担当の花浦エネです。人狼はちょっと苦手で、ちょっと人を騙すのがちょっと気が引けるんですけど、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。もうね、過去やってたわけで、人狼が苦手ですっていう女の子が一番濃い、一番そう言って勝ってって、うっしっしっていうタイプだと思います。僕ライブ一回見たことあるんですけど、そういう感じでした。そういったわけで次行きたいと思います。はい、サク行こう。ドン。はい、F 分の1キレーションの赤色担当、藤野目サクです。よろしくお願いします。同じあのエネとのコンビというか3人組でやってるわけだけど、はい、お互いどう、なんかちゃんと嘘をつけたりするの？いや、つけないよね。嘘つかないし、喧嘩とかも一回もしたことないので、今日はバチバチに戦っていきたいと思います。したことないから戦うのね。はい、さすがプロ意識出てますね。よし、じゃあ頑張っていただきたいと思います。じゃあ次、こちゃんまおどうぞ。はい、キス&ハグエクストリームのちゃんまおこと小日向まおです。よろしくお願いします。お願いします。絶対強いよ。もう今日は元気いっぱいやるんで、楽しみまーす。楽しみまーすってなんだ。楽しみまーす。いや、だってもう、だってあのリハの最中とか打ち合わせの最中の目の視線がもうガチだもん。だってまあプロなんで、もう絶対勝ちます。絶対勝つって感じで、頑張りまーす。暴れていってください。ありがとうございます。次、はい、カノン行こう。はい、ディンプルの不可能を可能に変える16歳、日向カノンです。お願いします。頑張ります。この番組内で不可能を可能に変えるってでかいこと言っちゃうんだけど、大丈夫ですか？いや、本当に優勝ティミっすよ。優勝です。今日はもう優勝決まりました。なんだそりゃ。じゃあそれは私です。その勢いで頑張ってください。はい、はい、じゃあ次、目先。はい、ディンプルのプレチューノイエロー担当、みんなの妹、18歳、ゆうきみさたそこと、ゆうきみさきです。よろしくお願いします。どう、ディンプル、今日このヤングゾーンの2人で来てるんだけど、ちょっとどうですか、美咲ちゃんとか、なんか、いや、あの勢いとか、なんかいつも人狼は割とやってて、なんで、うまいこと今日はかき回しに来たので、頑張ります。よし、頑張ってください。お願いします。じゃあ次、ラスノーからスミレ行こう。はい、ラストノートの赤色担当、ほなみスミレです。よろしくお願いします。ああ、そうそう、そういえばラストノートさん、TIFF2020 に出場、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今日は狼マインドできたので頑張ります。狼マインド、さっき猫いたよな。ああ、そうそうそう。狼マインドで、じゃあ頑張ってください。よろしくお願いします。じゃあラスト、ナコ行ってみよう。どん。はい、ラストノートの白田担当、ナコチコと宮内ナコです。よろしくお願いします。どう、ラストの中でやっぱり嘘つけない人とか、そういう騙し合いもあったりするの、メンバーの中で？でも全然みんな本当に顔に出るので。出るので。顔出ちゃうんで、まあ今日は頑張って顔に出さずに頑張ろうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。結局このモニターを見て、みんな、実は視聴者の方あれだと思うんですけど、モニターを見てみんなやってるんで、結構顔もアップに映るから、顔超バレるんで、顔に出た人はちょっと負けないように頑張ってください。そして今回、人狼ゲーム、この企画何が素晴らしいって、チェキなんですよ。なんと、いろんなところでブッキングするアイドルがいたとしても、アイドル同士のチェキってありえないじゃないですか、普通。
あのチームとあのチームが一緒の地域なんてのこの人狼ゲームでできるので、ぜひまだまだギリギリ時間セーフなんでお買い求めいただければと思います。20時まで全然ギリギリじゃないじゃん、まだ1時間半もあります。1時間もあるうちに、え、このメンバーとラスノーとエフキュル一緒に撮ってみたいんじゃねみたいなありましたら、ぜひぜひリクエストいただければと思います。よろしくお願いします。結構レアなんでそういうのないっすよね、あんまり。うんうんってうなずくのやめろ声出してくる、声出す。ないよ、あんまりないよね。ないっすよね。レアなんでぜひぜひお買い求めいただければと思います。そういったわけで、じゃあちょっとルール説明の方入っていきたいと思います。今回の人狼ゲーム7名いまして、人狼役は1人です。1対6の戦いになります。で、その他が、占い師さん、騎士、狂人、なんで今占い師にだけ3つけたかちょっとわかんないんですけどあとは村人の方々ということで、ルールを説明しますけれども、狂人は実は裏切り者です。人狼の味方という形で人狼と一緒に悪いことをしていく係だけども、人狼は狂人が誰だか分かりません。なのでここの駆け引きがまた面白い。次、騎士。騎士は戦う人なので、実は人狼から襲われるのを止めることができます。守ることができる人なんです。なので騎士も危ないな、この人次人狼に食われそうじゃんって思ったら、その人を助ける係をやってください。で、最後、占い師。占い師は占い師は夜に誰を占いたいですかってこちらが聞くので、その時にその人が人狼か一般市民たちかが分かります。人狼なら僕がこれを人狼って出します。で、そうじゃない場合はこちらを出します。人狼以外ですね。なので占い師だけが知ってるっていう状況にもなります。ただ見てるみんなが私占い師ですっていうのが、これが狂人とか人狼がさ手を挙げちゃうと、占い師3人もいるのかよなんてこともなったりしたとすると思うので、その辺の嘘を見破れるように頑張っていっていただければと思います。で、これがだいたい1日目、2日目、3日目、お昼、夜、お昼、夜、お昼、夜でやっていきます。最初のお昼の追放会議だけお話をするだけで追放はしません。その日の夜からが人狼に食われるやばい夜になりますということで、やっていきたいと思いますので大丈夫でしょうか。では係の方、運命のカード、このカードを見ないでください。引くだけです。引いて机の上に置いといてください。引くだけです。カンニングとかしてもモニターに映ってるからね、引くだけですよ。お願いしますよ。引くだけ、下に置いといてくださいね。机の上に置いといてください。いいですか、いいですか。それでは皆さん、うつ伏せて寝てください。グースかピースか、ここに7つの女の子のつむじが並んでますいいですか。1番からいきます。じゃあえねちゃんだけ起きてください。で、カードを見てカメラに映してください。こういう係です。見ました、自分でも。はい、じゃあ閉じて、で、また寝てください。はい、次、さくちゃん、起きてください。見せてください。こういう係です。はい、いいですね。はい、閉じたい、寝てください。はい、次行きましょう。はい、次、ちゃんまお、起きてください。見てください。はい、で、人にも見せてください。こういう係です。はい、閉じてください。おやすみなさい。次、はい、かの、起きてください。見せてください。こういう係です。自分も見ましたが、はい、じゃあ閉じてください。はい、寝てください。はい、次、目先、起きてください。はい、カードを自分で見て、で、みんなにも見せてください。はい、こんな感じです。はい、閉じてください。はい、寝てください。はい、次、すみれ、起きてください。はい、カードを自分で見てください。ほうほう、はいはい、みんなに見せてください。はい、寝てください。おやすみなさい。はい、なこ、起きてください。はい、自分で見てください。はい、みんなにも見せましたね。はい、そんな感じですね。はい、うつ伏せてください。おやすみなさい。おはようございます、皆さん起きてください。
おはようございます。おはようございます。これターンごとにおはよう言わせるからねちゃんと言ってくださいね。はい、そういったわけで今から、追放会議をします。追放会議は今回の朝は追放しません。ただみんなのちょっと調子を聞いていきたいので最初僕が頭だけ質問します。3分間の追放会議今からいきたいと思います。いいですか？はい、よーいスタート。えねちゃん、あなたの職業は何ですか？私村人でした。村人でした。はい、元気です。さくちゃん、あなたの職業は何ですか？村人です。村人です。はい、ちゃんまお村人です。すごいあポップな村人なのね。はい、カノン村人です。村人、はいはい、はい、次、みさき村人でした。村人ですね、はいはい、すみれ村人でした。はい、村人でした。はいはい、はい、なこ村人です。はい、今のテンション全部ちゃんと違ったじゃないですか。まあそれも踏まえてみんなで話し合ってください。どうぞ。始まってます、これも。誰か嘘ついてるってことですよね。誰かってかみんなか。みんなか。本当です、本当です。私本当に村人です。私は本当です。みんな見ましたよね。いやマジで殺されたくないです。村人です。村人です。死にたくない。村人ですだけで判断するのめっちゃ難しいですね。確かに難しい。人道誰ですか？ここではいって言ったもん、それも信じていいか別だからね。確かに。怖っ。怖っ。本当にわかんない。なんか同じテーマで吹っかけてもいいですし、あの占い師さんだけでもいいから出てくださいって言ってもいいです。そこ任せますよ。人狼？違うよ。人狼？違うよ。人狼です。え、人狼です。えそれに対して全然突っ込んでもらっていいですよ。そう、わざと上げた理由もあるわけです。人狼、人狼、私はまあ人狼なんですよ。まあね。でも唐突に人狼って言われると狂人っぽい気がしちゃう。いや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 。え、そんなことないよ。あの普通になんか開けてびっくりした。え、普通になんかね人狼だった。人狼一人しかいないから絶対リスクあるから絶対言わないと思うんです。あと1分です。嘘つきだ絶対。いやいやいや、そんなことないです。そんな死にたいのか。本当です。かわいい。何？1日目は追放ないんでしょ、うん、ね。でも本当の人狼がこの会話でこの次の夜誰を殺すかっていうのを考えるわけだから。へえ、怖っ。ちゃんとやっぱ話しておいた方がいい。え、占い師は誰ですか？誰？いないの？私です。全部私です。5秒前。怖い。わかんない。はい、終了です。すごい、なんか生死がかかっている死ぬか生きるかという名前の女子会だったね。ただの女子会だ。すごい軽いノリで、あ、人狼ですって。あのね、人狼ゲーム始まって以来ですよ、僕が人狼って言って始まった人。これほんとプロの中にカノンいたら即食われて終わってます。それでは行きましょう。夜になりました。皆さんおやすみなさーい。おやすみなさい。ついに人狼が人を食う夜がやってまいりました。それでは物音を立てずに静かに人狼さん起きてください。はい、殺す人の番号を指で指してください。はい、ありがとうございます。はい、寝てください。おやすみなさい。それでは、占い師さんゆっくり起きてください。占い師さん誰を占いますか？はい、その方は、こうなっております。はい、おやすみなさい。騎士さん、騎士さん起きてください。騎士さんは誰を守りますか？はい、
ありがとうございます。寝てください。おやすみなさい。はい、おはようございます。おはようございます。ちゃんと寝れましたか？はい、ぐっすりぐっすり。ガチ寝しそうな人がいますけれども、それでは人狼の方が生きているかどうかを結果発表します。騎士さんは守れていません。なので人狼に食われる人発表します。人狼を食べられた人は5番美咲。早くも食われてしまいました。美咲、じゃあ最後にコメントを残して罰マスクをつけて葬られてください。まだ何もできてないのに即死人になっちゃって悲しいので、次の時は頑張ります。みんながどの役職か見ながら楽しんで見てます。はい、じゃあ、 マスクをして浮遊霊となり、そこら辺でうろうろ浮いててください。で、みんなの結果を見ていてください。いや、音楽が怖い。さあ、美咲が食われたわけですが、これが占い師とかさ、騎士とかだとさ、結構いろいろ大変ですよね。そんな感じで、お昼の放出会議に行きたいと思います。2日目のお昼です。さあ、皆様、一人いなくなった状態で誰を今度は放出するか、人狼ってこの人じゃねって人を話し合ってください。3分間、用意スタート。本当は占い師なんですけど、本当に、はい、占い師なんですけど、見た人、2番の方見たんですけど、本当に人狼でした。え？本当にここで本当に信じてほしいんですけど、本当です。本当に私ですよ。人狼って私ですよ。一回ちょっと黙ってもらって。吹かないでください。です。人狼なの？人狼じゃないよ。狂人じゃないの。役職は？人狼が2人いるってある？もう一人占い師とかいない？なんか4番の人が占い師なんじゃないの？いや、違います。え？違います。え、よ、いや、本当に占い師です。本当に、いや、本当に信じていいです。本当に私なんかメンバーなんでわかるんですけど、本当に言わないんですよ、普段。だから、本当かもしれない。本当対抗する人は対抗がいないから、これは黒です。ん？だってこれは4番さんが多分狂人で、狂人の人が占い師の対抗で出ない限り負け。だから負け。え、でも私は人狼です。え？人狼です。何が誰が何と言おうと人狼です。まあ、もしくは5番の人が本当は占い師で殺されて狂人で、7番の人が出てる可能性があるぐらい。あと1分です。ん？どういうこと？あ、私が狂人かもしれないってことですか？狂人で5番の人が本当の占い師っていう可能性はあると思います。あ、占い師です。占い師です。本当そうなんだよ。本当にそう、占い師。そう、信じていいかな。信じちゃう。信じてください。信じちゃう。え、さくちゃん、狼？違うよ、猫だって。違うでしょ。にゃんにゃんにゃん。ん？にゃん。ごめんね、さくちゃん。え？なんでもないです。後でどうなっても知らないから。怖いよ。そろそろですかね。10秒前です。さあ、これ放出する人を決める会議ですからね。吊るし上げる人ですか？吊るし上げる人です。はい、終了です。2日目のお昼の放出会議が終了しました。それでは皆さん、寝ない形で全然構わないので、放出する人を指で示してください。せーの、ドン。
カメラの前に出してくださいね。2番ですね。2番の策を放出すると、あの人狼に殺されるって一人に殺される感じだけど、放出ってことはさ、みんなに嫌われましたっていう意味なんで、すごく寂しいですが、悲しい、寂しいですが、さくちゃん今回みんなに選ばれたんで放出です。さようなら。さようなら。マスクをつけてください。あ、コメントをしてください。一応残念コメントみたいなやつ。これは狂人が悪いと思います。狂人が悪いで終わりました。さて結果発表です。さくちゃんが人狼ならばもう瞬殺でみんなの勝ちで、そうでなければこのままゲーム続投ですが、答えはなんとさくちゃんは人狼でした。なので村人の勝ちです。拍手。でもいいですか、なこちゃんが一発目から当てたからすごいですよね。もうだからね、すごいよ。いや次殺す予定7番だった。番組史上最短。あーすごい。申し訳ない。それはいや本当はこれはいい悪いじゃなくて、テクニックとしてはなこがもう占い師で言っちゃった時には助けなきゃいけないのは狂人だよね、本当はね。だけど狂人は狂人でいろいろ仕事があったんで、まあそんな感じでなんと早くも結果が出ました。ポイントの発表します。えねちゃん2、ちゃんまお2、みさき1、すみれ2、なこ2で、今の戦いはこのようなポイントがついております。それではまず1回が終わったんで、それぞれ役柄と反省と次の展望をえねちゃんから言ってもらいましょう。どうぞ。はい、私は村人、本当に正真正銘の村人でした。ちょっと信じてよかったなって思います。はい、次回、いや次回も村人なんでよろしくお願いします。なんで決めつけてる。引く前だわ、カード。なんか裏があるみたいな言うことやめてください。ないわ。はい、じゃあ次、さくちゃん。はい、人狼でした。怖っ。いや5番と7番殺すの迷ってて、最初に7番、次7番殺す予定だったんで、ちょっと当てられてなければちょうどピンポイントで殺せてたなって思いました。次は村人がいいです。これ人狼ゲームと思わないで、今チャンネル見た人すごい最高な番組になる。確かに怖い。怖い、喋るくないよ、怖い。でもちょっとね、残念だったけど、人狼、はい、人狼だったけどね、残念でした。はい、じゃあ次、ちゃんも。はい、私はちゃんと村人だしたでした。次も頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、次、カノン。私はなんか狂人でした。なんかよく分かんなかったけど頑張りました。次は人狼引けるように頑張りたいと思います。狂人がグレードアップした方を言っちゃうってほんと珍しい。見たことない。こう、まあでもそのがまたね、カノンの良さかもしれないからね。はい、じゃあありがとうございました。はい、次、みさき。はい、私は騎士でした。初っ端カノンを守りに行ったのに、なんかカノンが人狼なんじゃないかなって思ったんですけど、なんか長生きさせたら面白そうだなと思ってカノンを守りに行ったのに、なぜか初っ端で殺されちゃって何もできずに終わっちゃったので、次は人狼になって長生きします。ありがとうございます。でもさ、このゲーム人狼になってすぐ死んじゃったからね、さっき。はい、次、じゃあすみれ。私も村人でした。メンバーを信じてよかったです。まあそうだね、メンバーを信じて。じゃあちょ、次のゲームへのなんか意気込みください。全く疑われもしなくて、何も爪痕残してなかったんで疑われたいです。わかりました。疑われ、みんなの疑われたいの前にみんな疑ってください。攻めてください。じゃあ最後、なこ。はい、私は占い師でした。ちょっとピンポイントで当てちゃってたので、もうちょっと次からは当てないように頑張ります。ゲームメーカー、ゲームメーカーになってる。なこはさ、はい、なんで
2番つったの？え、なんかみんなのお顔見ててかなって思って。 あ、顔の表情で。はい、コナン君か。読み、なれるかもしれない。読み深。マジっすか。じゃあ鋭って思ってスタッフ一同多分腹で大爆笑したと思います。本当ですか。まさか当てるみたいな。でしかもみんなもそれをちゃんと信じて、ちょっと短かったですけど面白かったと思います。それでは第1回戦終了です。ありがとうございました。という感じでこのまま2回戦いきたいと思います。じゃあまずちょっとカードの回収を。ほんと最短ですよ。だからこれはこれで人狼の面白さなんで、いや全然悪い内容一個もなくて、これはこれで人狼の面白さですので。すごいなぁ。当たっちゃうもんだね。もう当たっちゃったなって思った時にどう狂人とかがひっくり返すかだよね。うん、あとやっぱりあれだね、騎士の一発即死が痛かったね。守るも何もなかったしね。それでは第2回戦いきたいと思います。じゃあカードを配ってください。お願いします。逆から配るからね。でまた見ないで置いといてください。見ないで置いといてください。いいですか。これ2回戦目はちょっとなんかないですね。ずるずると長めにいくと面白いかなって思ったりはしちゃいますが、カードいきましたね。それではじゃあ皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。さあ2回戦目始めたいと思います。じゃあ、こっちから行きましょうか。じゃあ、ナコから行こう。いいですか？ゆっくり起きて、カードを見て、カメラに見せてください。はい。わかりました。おやすみなさい。次、スミレ。ゆっくり起きて、カードを見て、みんなに見せてください。はい、OK です。おやすみなさい。次、ミサキ。ゆっくり起きて、カードを見て、みんなに見せてください。はい、OK です。おやすみなさい。はい、次、カノン。ゆっくり起きて、カードを自分で見て、で、はい、そんな感じですね。はい、おやすみなさい。次、ちゃんまお。起きて、カードを見て、で、ね、はい、OK です。はい、次、じゃあ、サク。起きて、カードを見て、はい、はい、そんな感じですね。はい、最後、エネ。ゆっくり起きて、カードを見て、みんなにして、はい、そんな感じです。はい、OK です。おやすみなさい。はい、おはようございます。おはようございます。どうですか？ちゃんと寝れましたか？寝ました。寝れました、寝れました。じゃあちょっとこの軽ズレ感が好き。逆にこのメンバー面白いです。さあ、そういったわけで、前回の流れで多少はこの子嘘つくときこうじゃねみたいな癖がなんか分かったかもしれないので、それも含めて放出はしませんが、放出会議3分間していきたいと思います。それでは用意スタート。村人です。はい、占い師です。お、他占い師いますか？いないから確定だ。お願いします。占い師です。はい、他の方は役職なんでしょうか？私はあれです、村人です。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 明日は誰占う予定ですか？ちょっとまだ目処が立ってなくて、騎士さん守ってくれたら嬉しいです。うん、占い師が自ら言うっていうのは危険でもありつつ、ただ騎士がちゃんと連携取れてればね、はい、危険な賭けだけど面白いね、はい、さあ、他はないですか？占い師以外のなんか部分で怪しいなと思ったこと
本当にあの個人的に攻めちゃって構わないですからね。さっきのこの子ちょっと怪しいなみたいな含めさっきの名残があるからちょっと怖い村人だよ本当に、うん、占ってくれてもいいよ村人だから本当に、うん、どうしようかな、占われたい人とかいないか占ってほしい人ってことですか。そう、こういう一個一個のワードが人狼さんからすればめちゃくちゃ美味しいんですからねさあ、いやでもここで占ってって言ったらめっちゃ白っぽいから噛まれそう、うん、やださあ3分間でこの3分間が終わった後誰かを放出会議ですんであと1分です。まあ、最初のトークなんで放出しないですけどね。ちゃまおさん静かじゃないですか。本当の村人だよ。私は村人でーす。でもさっきのあのゲームでなこちゃんが本当に嘘つけない人なんだろうなって思ったから絶対質問には答えられるかな。なこちゃんは村人ですか。村人です。誰？なんかでもさっきのゲームでみさきちゃんはいっぱい喋ってたのになんか喋んなくなっちゃったけどいやなんか話すこと特に村人はなんもなくなっちゃってはい終了です。終わっちゃった。すごいなんか言葉をどんどん引っ掛けてみんなからワードをもらう心理戦ゲームなのにみんなの目を見るというあなたの表情はですねってすごいなんか探偵的なメンバーが今回ちょっと逆に深いかもしれないとか思ってしまいましたが今回は放出はございません。さあ1日目の夜がやってまいりました。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。さてあからさまに嘘つきがいっぱいいます。人狼さんだけ静かに起きてもらいましょう。どうぞ。誰を殺しますか。手でやってください。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。占い師さん起きてください。占い師さん誰を知りたいですか。はい、その方はこちらでございます。はい、おやすみなさい。騎士さん起きてください。騎士さん誰を守りたいですか。手で示してください。はい、 OK です。おやすみなさい。おはようございます。起きてください。はい、そういったわけで夜が終わりまして朝になりました。騎士は守れたかどうかをまず最初に発表しますと騎士は守れておりません。なので一人人狼に殺されました。発表します。最初に人狼に殺された人4番カノン。すみませんでした。あのね、あの笑いながら死んでくっていうなんかちょっと最高なんでちょっと。はい、じゃあ最後に一言どうぞ。今までありがとうございました。不可能をあのこちらで不可能を可能に変えることはできなかったけど、まあ、あのいろいろ頑張っていきたいなと思います。近代麻雀出ます。違う告知後にしてくれ。といったわけで、バツマスクをしてください。で、カノンは今から起きて見てるのはいいですけど、喋らないこと。はい。それでは、一人お亡くなりになりましたが、そのまんまゲームを続けたいと思います。二日目の朝になったわけですんで、次、昼です。追放会議、人狼が生き残っております。追放会議をしていただきたいと思います。
3分間用意スタート。消えたね、カノン消えたね。占い師さん、はい、はい、いいですか。はい、6番さんを占いまして白でした。あれ喜んでいいのか。村人ってこと。村人です。完全村人。あ、村人です。なので平和ですとだけ。ありがとうございます。はい、じゃあ仲間だ。怪しい人は今いるか。私もさっきから美咲ちゃんが怪しくて。だってさっきなんかすごい喋ってたのに喋らなくなっちゃったから。いや、さっきは本当に騎士だからなんか、あ、そっか、自分でそうできたなって思うんだけど、今回は何もできないからみんなの話聞いて考えようっていうタイムです。なんか逆にこんな詰められるとモーさんに怪しく見えてきてしまう。なんかつい喋ってない人とかちょっとお話聞きたいですね。どう、なんだろう。6番が怪しいと思ってたけど、えねちゃん確定で占い師だから確定で白だなって思って。まあ、エネが本当のこと言ってればね。いや、本当ですね。でも初日で一人しか出なかったから確定。多分対抗者が出なかったからみんな多分信じてくれてるとは。まあ、ありがちな途中から実は占い師でしたって手を挙げる人がいたりするんで、まあ、そこはみんなの戦略にお任せしますよ。まあ一応信じてるから。とりあえずこの放出会議で多数決で放出するのを選んでもらう会議してるので、怪しい人を出てってもらう打ち合わせをしていただければと思います。疑う先がいなくなっちゃいました。まあそうだよ。なこさんとかなんか、はい、なんか怪しい人とかいますか。怪しい人むずいですよね、こんな何もないと。え、なんだろう。難しいですね。時間だけ過ぎて。実は自分が人狼だから疑えないんじゃないですか。あ、私ですか。はい。おお、え、いや村人です私。え、なんで人狼が4番を殺したのかが分かんないんです。さっきので何が起こったって感じ。さっきの恨みとかやめてもらっていいですか。時間だ。5秒前です。3、2、1、終了。さてさて、もう本当にワードがどうのじゃなく、みんなの顔で決めると、本当にある意味探偵的なプロフェッショナルな人が集まったわけですが、ここで一人村から出てってもらいます。どう考えたってなんか会話怪しいなって思う人を指で指してください。いいですか。よーいドン。そうですね、3番7番でドローです。ちゃんまおとなこでドローなので、ちゃんまおとなこどっちかを決める追加会議を1分間してください。いいですか。どっちかもう2択なので、追加会議をするのを1分間お願いします。いきます。よーいスタート。え、本当に信じてほしいけど、私エネちゃんとすみれちゃんと同じ人狼じゃなくて村人です。本当に本当に神様に誓います。本当に本当に本気で村人。神様変える。神様。本当にだから本当にもうこの後死んじゃいますって言われても信じてほしい。は？本当に本当に本当に村人。魔を殺してもいいけど村人です。はい、絶対に本気で。え、私本当になこちゃん怪しいなって。ちょっと待って、7番さんも聞くから。そう、なこちゃん怪しいなって。え、私も本当に村人です。え、どうなんえ、な
んだろう、全然私も5秒前です。殺されてもいいんですけど、本当に村人です。はい、終了。すごい、ちゃんまおが1分間の間に本当にって200回ぐらい言ってた。ものすごい言ってた。そういったわけで、どっちかを通用しなければいけません。3番、7番、ちゃんまおか、なこか、いきます。3か7、どっちかを示してください。よーい、ドン。また割れた？ 7、いや、あれ？また割れた？そっか、偶数だからか。よし、とことんやるぞ。さっき時間が短かったからできると思う。もう一回いきます。テーマをもうちょっと追求しつつ、1分間の追放会議いきたいと思います。3番か7番かいきます。1分間用意スタート。ちなみに村人だとして役職持ってますか？本気の村人です。私何も、前回と一緒の草のやつカード緑色の、本当に村人、もう本当に本当にばっか言っちゃう、本当に村人でーす。ちゃんまお派とナコ派と割れたわけじゃん、サンサンで。どっちかが鞍替えをするような自分のアピールポイントをちょっとナコも言ってっていいですか？でもなんでそんなにナコ怪しいのかなって思って。その理由聞きたいね、他からね。いや、本当に、まあ、事務所一緒だからやめてよ。そういう、でも勘でしかない、うん、本当に。でも私がもし村人じゃなかったら、普通にさっき3って知ってるくないですか？あの、一番最初の多数決、私2って知ったんですけど。終了でーす。話は本当に進んだんでしょうか？行きたいと思います。3か7、2択です。ここで決めたい。いいですか？追放するべき怪しい人、気持ちを変えたものも含めて見せていただきたいと思います。よーい、ドン。でもいいよ、私死ぬよ、ほんと。すごい、しかも同じ人が誰も変えない。同じ人誰も変えない。ちょっと異例中の異例なんで、スタッフ会議していいですか？どうしようかな。もう一回、もう一回、もう一回行きましょう。もう一回行くんですが、正直多分もうちょっと深みに考えてもらって、本当に私この7でいいの、3でいいのをちゃんとがっつり聞いてください。1分間の間に、いいですか？まんますぎるので、ちょ、もうちょっと深めに考えていただけると。いきます、もう1分だけ追加会議、用意スタート。視聴しましょうか。じゃあ、なこちゃんから。一番最初の多数決の時に私2ってしたんですけど、その時に3ってしたら絶対に3番さんがやられてたのに3ってしなかったから、私本当に村人です。はい、私もういいですよ、死んで。私もう本当に、全然もう本当にもうみんな信じてほしい、本当に。あの村人だって、じゃあ死んでいいよ、全然殺して。それでも本当に作戦的に前回もあって、まあ、村人が勝つために私を犠牲にしてって人はいました。もう本当に戦略的に犠牲になります。もうそれしかないから、私が死ぬわ。いいわよ、みんな。5秒前、4、村人だもん、まお、本当に本当に村人。はい、終了。すごい、テーマが悲しみの方にだんだん来たね。本当に村人だから、私を殺してって、そんな韓流でしか見たことないわ、こんな世界から。おいでいきたいと思います。今の熱い気持ちをちゃんと垣間見てやってもらいましょう。さあ、3か7、いいですか？用意、ドン。どうしよっかな。
これ視聴してる人もお前全然変わんないのかよって多分すごい状態になってるので、どうしようどうしよう。あ、ルール、選べないというルールがあるんですね。なしなんだ向こう。はい、流しましょう。それでは、今ちゃんと申し訳ない、ルールブックを読ませていただきましたら、あまりにも選べないという場合はこの日の放出なしになります。ですのでここでみんな頑張ってもらいましたが、次の夜が勝負になります。いきたいと思います。では初の犠牲者追放者なし、まあ聞こえだけ考えるとさ、すごいフレンドリーな村人たちだよねということで夜になりました。おやすみなさーい。おやすみなさーい。すごい、まあ、こういうこの番組やってる限りこういろんなパターンあると思うから、まあ、それはそれで楽しいな。それでは物静かに動かずに人狼さん起きてください。誰を殺しますか。はい、おやすみなさい。占い師さん起きてください。誰を殺しますか。ああ間違えた。誰を聞きますか。こちらです。こちらでございます。はい、岸さん起きてください。誰を守りますか。はい、はい、ありました。おやすみなさい。以上ですね。はい、おはようございます。おはようございます。追放する人をまるで見つけられないというとても仲のいい7人の女の子の物語。さあ次に食われる人は出たんでしょうか。発表します。人狼に食べられる人はいます。その方とは1番はい、じゃあエレはちょっとマスクをする前にコメントを一つください。占い師でした。さあそれが本当かどうかは別として、屍になってください。さようなら。じゃあまあマスクをつけつつ浮遊霊としてふわふわしながら答えを見ていてください。それではついにやっと2人減ったわけです。このまんま残った方々で追放会議をしていきたいと思います。何がホッとするって、次は奇数なので何回もやることがないそれでは追放会議3分間していきたいと思います。よーいスタート。え、今狂人と人狼2人いるんですよね。悪いの。いや、なんとあれそっか、え、そうなんだ。狂人騎士占い師が誰かに来てるから、なんと分かってんな。人狼は生きてます。人狼一人の仲間がいるかどうか。え、でもエネちゃんが占い師でスミレちゃんを村人って言ってたからそれは信じる。サクちゃんとナコちゃんとミサキちゃん、めっちゃ気になったのがあって、私殺していいですってママさん言ってたのに、自分で自分を3番ですってさっき言えばマオさんが亡くなって話が進展してたんですよ。どういうことだ。さっきの自分で投票の時に、あのそっか6だから33になってた時に自分を自分で3番でってやれば話が進展したのに、やんなかったからそっかごめん、その頭なかったなんかあ、じゃあやっぱりなんかそういう演技なのかな、狂人なのかなって思っちゃったっていう。いやでも真央さんは本当にちょっとおバカだからでも本当にその頭があればそうだな、そこまで考えてないと思う。なんでそんな守ってくれるの。それ守ってるのおバカなんですけどあ、そうか、違うのか。え、じゃあさくちゃんも村人だな。
そうそうそう、村人。村人？絶対村人。え、信じちゃうよ、魔王。本当に人のことすぐ信じちゃう人だから。信じて大丈夫。すみれちゃん、さくちゃん。じゃあ、なこちゃんとみさきちゃんが人狼だ。あ、二人いないのか。一人か。ちょっと待って。みんな。なんか、さっき7番に変えなかったのは、なんかその7番の人が最初出してたのが2番って言ってたから、じゃあ7番にしようと思って。あと1分です。疑われてるから、じゃあ疑われてる先投票しようと思って7番から変えなかった感じです。はい。はい。はい、しかない。え？みさきちゃんが言ってるのなんとなくあそうなのかもってなってるからそうなっちゃった。でも私が死んだらみんな多分後悔する、村人だから。全然殺して、じゃあ次殺していいですよ。したらなんか気持ちいい。私5秒前本当に気持ちいい、快感あーって死ねるはい、終了です。さあ、ここで怪しいなと思う人を追放していただきます。まあ、何が今回すごいって、人を信じるのが情報ではなく、アイドルチーム内の結束。同じチームだから信じる。まあでもそれがアイドルバトルかなっていう意味では、ちょっと他では見ない順路でちょっと面白いかなと思ったりしますが、まあそんなことを言ったとしても今から一人ちょっと葬らさせてもらいます。さあ、ちょっとこの人やっぱなんやかんや怪しいなという人を、ここで決めますので指で指してください。いいですか？数字の形を作ってください。いいですね。決まりましたか？決まりましたね。はい、行きます。それではよーいドン。ですね。はい、決まりました。葬られる方は3番ちゃんまおです。さようなら。ちゃんまお、じゃあちょっとメッセージ、最後のメッセージの前、お墓に入る前のメッセージをどうぞ。へっへっへって、本当に村人だね。バイバーイ。バイバーイ。本当にへっへって欲しいですか？あー、ごめんね本当に村人なのにバイバーイ。バイバーイ。てるるん。音響さんも言うごとに乗ってくれてるからね。ちゃんまま10回とか言うのやめろよ。村人なのにやばしよ。あ、なるほど。ということで、じゃあバツマスクをつけてください。はい。じゃあ浮遊霊となり、ふわふわしながら流れを見ていてください。さあ、残るは4名で、この中に人狼はいるわけです。怖っ、怖っ、怖っ。それでは夜になります。皆さんおやすみなさい。さあ、ちょっと幽霊たちが何を見るかがちょっと楽しみですね。めちゃめちゃつむじだでしょ。七つむじんって言ったんだ。いいねいいねって、つむじマニアか。それではいきます。人狼さん、静かに起きてください。何を殺すかを指してください。はい、です。寝てください。おやすみなさい。占い師さん、起きてください。はい、誰を見たいか教えてください。はい、その方はこれです。それでは行きます。岸さん、起きてください。はい、岸さんはどなたを守るか教えてください。はい、わかりました。ありがとうございます。幽霊うるさいぞ。はい、朝です。おはようございます。おはようございます。
もうあの多分配信見てるファンのみんな多分全員俺と同じ気持ちだけど、幽霊となって答えを知った時のちゃんまおが可愛すぎるその人なのみたいな動きがちょっとめちゃくちゃ面白かったです。というわけで朝になりました。お亡くなりになる方がいるのかいないのか。はい、人狼は、ちゃんと一人を殺しております。騎士は守れませんでした。発表いたします。人狼に殺された方、その方は6番すみれです。さようなら。何も爪痕残さなかったんですよね。コメントどうぞ。おやすみなさいおやすみなさいはい、じゃあバスマスク、ガスマスク、ガスマスクじゃねえ、バスマスクバスマスクをつけてください。じゃあそこでご観覧ください、ふわふわと。そういったわけで、殺されてしまいましたが、次の朝行きたいと思います。残るは1、2、3名、これがラストバトルですね。この最後の戦いでみんなでお話をしてもらって、人狼が残ったら人狼の勝ちで、人狼が放出されたら村人の勝ち、ラストバトルです。ではラストバトルのための、放出会議3分間行いたいと思います。よーい、スタート。無言5秒につき罰金ね2人のどっちか夜起きましたよね。ええ夜夜人狼ですって言って、それで6番殺しましたか。どっちか殺してないです。起きてないです。殺してないです。3人中1人人狼ですからねもう疑いにかけて攻めたりしてもありですね。3分間あるんで、ここであれですよね、投票で殺せなかったら終わりですよね。そうです。好きなご飯なんですかすごい、トークポートに困って初めて始めたファンの人みたいですね。かき氷好きです。それで当たったらすげえな7番さんは少年かき氷、聞いたこと。3択なんでね、で本当にこれ賞金っていうよりポイントかかってるんで、ガチ攻めした方がいいと思いますよ。ここで本当に決まっておしまいになるんで。ちなみにイカと柚子胡椒とレモンが好きです。うわ、美味しそう。イカと柚子胡椒とレモンですか。はいすごい組み合わせで、何が好きですか。私は甘党なので全部甘いのが好きです。なるほど何の話してるのちなみにさっきなんで2番で入れたんですか。なんだろう、誰か本当に分からなくてピースしました。ごめんなさいひどいなすいません。あと1分です。甘いので一番何が好きですか。私生クリーム大好きで、あ、生クリームとかそっち系が好きで、ケーキとか新しいっすよ、ね、死ぬか生きるかの時に好きなものをトークしてる謎の女の子たち謎ですね。素晴らしいですね。これで逆に当たったらすごい、難しい。理由はかき氷とか、ね、よくわかんない結論になりそうですけど今なんとなく誰にするとか決めましたか。そうですよ、ね、決めました。絶対私の気がするでも本当村人です。10秒前です。さあ本当にこの5秒後に死ぬか生きるかポイントは全て決まります。怖終了さあ世界で一番軽い放出会議が終わりました。好きなものトークって逆にこれはこれでちょっとなんかアイドルの女の子っぽくて面白いなと思いながら聞いておりましたが、とはいえ勝負は厳しいもんで一人この村から出てってもらいます。その方が人狼だった場合は村人の勝利、
人狼が残った場合は人狼の勝利です。いきますよ、いいですか。この出す指だけ全てが決まります。いきます、用意ドン。225ですね。225なのでサクさん放出です。さようなら。ちなみに5番にしたのは生クリーム嫌いだからです。すごいサイケデリックな回になりましたけども、それはそれで面白いんで OK です。ということで一応パーツマスクをつけたところで答えが出ました。これが作が人狼だったら村人勝利、違ったら人狼勝利です。答えは人狼の勝利です。イエーイ。はい、人狼名乗り出て。心臓止まるかと思いますか、ずっと本当にやばい。といったわけで人狼はナコでした。いや本当に今やっと息ができます。いやありましたね、勝ちましたね。ポイントつきますからね、ちゃんと。じゃあじゃあナコから今日とりあえずこのゲームの感想と反省を、反省も何も勝ったからいいんですけど、感想どうぞ。感想なんか人狼っていう準備だときにもうずっとそこからも心臓と息が止まってて、でもなんか。まあ、買っててよかったです。はい、ありがとうございます。はい、次スミレ。いやマジこれは許せないんですけど。ガチで許せないんですよ、マジで許せないんですけど。あーだから私だからさっきの最後ちょっと、ま、1個前で私を選ばなかったら勝ってたの、その時点です。え、どうよね。いや、それわかんないじゃん。でも、あ、メンバーに裏切られたって思ったけど、まあでもそれもそれ楽しかったです。すいませんでした、守れなくて。すっごい、女のガチ出たね、今ね。マジでよろしくないですけど。はい、じゃあ美咲。もう最後誰選ぶかで。あ、その前にごめんね。スミレは狂人です。あ、狂人です。スミレが本当はグルになってね。そう、え、私5番だと思ってて。ね、はい。ラストノート2人が狂人と人狼ってちょっと笑ってたんだけど、ね、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、美咲どうぞ。はい、私はちゃんと村人です。どうでした？最後、一番最後の3人に残った時に誰選ぶかでもう全部決まっちゃうと思ってめっちゃ悩んだんですけど、なんか甘いものの話してたからなんか時間つぶししたいのかなと思って2番にしちゃったんですけど、なんか7番にすればよかったって今になってなってます。もう本当に可愛いから許す、命軽っ。って感じでした。はい、じゃあ次カノン。はい、役職も騎士でした。最初1回戦目の時になんか美咲に守られたから、まあ守ってやるかって思って守ったんですけど、なんか死んじゃったのでちょっと悲しかったです。はい、はい、はい、ありがとうございました。じゃあちゃんも。あー、もうなんかマスクしてるともう喋りたくて喋りたくて本当に、ね、もう喋りたかった。もうみんな信じてで言ったのに。村人です。私そうです。本当ガチ村人だもんね。本当に本当に本当に同じこと言うと音声さんが押してくれると思うのやめてください。残念だな。次も頑張りまーす。はーい、じゃあ次サク。はい、最後3人になった時なんか喋らなきゃと思って甘いものの話したんですけど裏目に出ました。ずっと7番のこと最初から疑ってたんでそのまま疑えばよかったです。終わりです。さくはガチ村人だもんな。はい、村人です。はい、じゃあ残ったのはどう考えてもええ。はい、占い師ね、どうぞ。本当ですよ、占い師は。狂人って市民なの、市民、村人だったんですよね。あ、はい、なんか機能あんまりしなかったんでちょっと悲しいです。
村人は村人でさ、本当に信じてくれた時の嬉しさと、え、なんで信じないのって悲しさ結構あるよね。対抗する人が、はい、そういったわけですごい過去で一番ライトな人狼ゲーム、スイート人狼ゲームでございました。でそれはそれで、でもやっぱアイドルの女の子たちだからこれが可愛いんで全然許されるというところで、この今日のバトルを終わりたいと思いますが、この緩い戦いなのにちゃんとポイント制がついております。今の戦いをとさっきの戦いを合計して出たポイントいます。エネが2ポイント、ちゃんまお2ポイント、みさき1ポイント、すみれ4ポイント、そしてなこが5ポイントで優勝になっております。ありがとうございます。人狼カード引いた時のバクバク感半端なかったよ、ね、やばいです、本当にもう息止まりました。息止まってたら死んでるんで。といったわけで、この回を締めさせていただきたいと思いますが、まずは、まだじゃなくてごめんなさい、最後に感想と告知、感想と告知をじゃあエネからいこうか。はい、役職来てちょっと嬉しかったです。意外と難しかったです、人狼ゲーム。でも楽しかったです。それで告知は、9月23日に不分の1キレーションの解散ライブが下北沢シェルターであるので、よかったら遊びに来てください、お願いします。わーって言うけど、あの一番最初に解散ライブの告知をするって言うと重さが今一番、さっきのスイーツトーク何だったんだってぐらい一番重かったんだけど大丈夫ですよ。じゃあ次サク、はい、はい、最初すぐ死んじゃったんですけど、人狼の時に疑ってた、ん、殺そうと思ってた2人が役職持ちだったので、役職持ち当てれてたなと思って、自分偉いなって思ってます。はい、終わりです。終わりです。告知は大丈夫ですか？まあ、大丈夫です。同じですからね。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ次、ちゃも。はい、今日は人狼すごく楽しかったです。役職が村人ばっかだったんであれ出てたんですけど、楽しかったです。みんなにもっと信じてもらえるように行きます、これから。はい、ありがとうございます。あれは告知は、告知が9月の17日土曜日に近代麻雀水着祭に出演します。初めての水着姿なんで、みんな楽しみにしててください、お願いします。本当あれだね、村人だけだったね。村人オンリーですね。一番なんか持ったらやばそうな感じなのに、まあ次だ、ね、でも本当に嘘、ね、苦手なんでよかった。はい、じゃあ次カノ。人狼なりたかったんですけど、なれなかったし、しかも2回戦目ですぐ死んじゃったので、ちょっと悲しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ディンプルさん、告知は、ですね、3日と4日、あ、私だけなんですけど、4日は3日と4日に撮影会がありまして、千葉と新宿でやります。ぜひぜひ、あと近代麻雀出ます、11日です、16歳です。はい、ありがとうございます。11日出ます、16歳です、つなげよく分からなかったですけど、とりあえず分かりました。はい、じゃあ次みさき。はい、今日はありがとうございます。ディンプル初日に死にがちって思いながら人狼をしました。最後に2回戦目最後のギリギリまで残れたので、ちょっと楽しくゲームを堪能することができました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。10月の16日に、はい、今ディンプル活動休止中なんですけど、復帰ライブ1日限りの復活ライブと私の生誕ライブを同時に行わせていただくことになっているので、10月16日ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。すみれ、生誕ライブっていくつ？次で19です。19歳今、はい、ですね。はい、次すみれ行こう。はい、今日はありがとうございました。2回戦目にメンバーに殺されてしまったんですけど、でも普段は仲が超いいです。はい、すみなこ仲良しなんですけど、ちょっと後で怒ります。はい、ということで、ラストノート、次のライブが、キンキンにあるライブが8月30日に有楽町オルタナティブシアターさんで大きい対バンライブに出させていただくので、よかったら遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、じゃあ最後はナコ行こう。はい、ナコです。村人がずっと良かったんですけど、1回目も2回目も役職なんか重大な役ついちゃって、今やっと息できます。ありがとうございます。はい、で私たちラストノートは、あ、ここで告知です。私たちラストノートは12月21日に白金高輪セレネ B2 さんの方で2周年ワンバンライブを行うことになりました。はい、ありがとうございます。動員目標が300人という目標を掲げているので、気になった方はぜひお越しください。お待ちしております。はい、ありがとうございました。いやー、稀に見る変わったデッドヒートのバトル。これはこれで、でも本当にアイドルの女の子たちだから生まれるなんか空気感なんで、ちょっと面白かったかなと思います。もう本当にみんな覚えておいてほしい。人が死ぬ間際で好きな食べ物なんですか。こんな重いワード、俺今月のキラーワードですよこれ。そう、まあある最高な、そこら辺がなんか楽しかったです。本当に面白いメンバーだったと思います。そんな感じで、人狼ゲームアイドルバトルショー終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。